早速ですけれども、見出し語のベスト20、ねあの。デルドシーの新登場ですから、新しく採用された単語の中のベスト20ということです。はい、20位から発表していきますね、はい。まず第20位です。イーブスドロップですね。このカッコの中はあの、えー、投資番号ですね。デルジュンパスターをお持ちの方は、ね、後で見ていただければいいと思います。面白い単語ですね。 はい訳語としては盗み聞きをするとか立ち聞きをするという意味ですけれども、ね、あの聞いたことありますかでイーブスとドロップが一緒になった単語なんですがイーブスって何なのかですねはいここに屋根があるとしたらこの部分がイーブスとねだから軒とかひさしとか日本語で言うとこですねだこの部分ですこれがイーブスなんですねそれで イーブス・ドロッピングというのはこういうことです。だからこうやってね、壁に耳をつけて立ち聞きする、に盗み聞きをするという耳は暖房になっているんですが、でこういうふうにやってると雨が降っているときには、日差しからポタポタとね、雨が、ね、落ちてくるわけです。それでイーブス・ドロッピングという、ね、単語が出ています。出てきていますね。そう、割と日常会話とかでもね、使うので、ね、ここの新しく見出し語になりましたね。はい、では19位です。 グルーブという単語です。いかがですかご存知でしょうか、はい、デルジュンパスタンの方の訳語としては、細く長い溝という訳がついています。なんかちょっとよくわからないようなね、えー、感じです。で、こんなのがね、グルーブで出てきます。石とか木なんかにこうやって細くて長いこう溝を作ったときね、これのことを、この溝のことをグルーブというふうに言うんですね,ね。こういう溝ありますよね。これがグルーブなんですが、 でもグルーブってなんか聞いたことないですかこうやってグルーブを感じるとかね。なんか音楽でこういう言葉使いますよね。なんかアーティストがね。グルーブがなんとかとかね。言ってるの聞くんですけれども、実はこれがこのグルーブなんですね,ね。何かというと、レコードなんですね。レコードに、ここにすごい細い、まあ若い方見たことないかもしれないですけど、細い溝がたくさんありますね。これがグルーブなわけです。 でまあ、語源としてどういうところから誰が言い始めたのかはよくわからないですけれども、この音楽、この溝にだから音楽があるわけですね。グルーブを感じるっていうのは、この音楽を、まあ、体で感じるみたいなね、えー、それをグルーブを感じるっていうようなあのことを、まあ、音楽の業界で言う,言うようになったんですね。でも、これってなんかあの私のイメージとしては、ノリみたいな感じで使われてますよね、今、グルーブを感じるっていうのは。だからこの溝の中に音楽があって、それに乗るような感じ。 で、使われていると思います。ただ、あのグルーブを感じるのグルーブはこの単語です。はい。あと、正式な英語として、ね、こんな表現があります。ね they are in the groove と言ったらば、ね、このアイスダンスかなんかでね、こう、調子よく滑っている感じです。in the groove と言ったら、こう、調子が祈ってる感じです。さっきのグルーブを感じるというのね。はい。それから、 レッツグルー e とか聞いたことありますかレッツグルー e とか言ったらやっぱり音楽に関係するんですけれども、まあ、一緒に楽しもうこの音楽を楽しもうとかレッツダンスのような踊ろうとか、まあ、乗っていこうよみたいなねそんな時にもレッツグルーヴと使いますねはい、ですからなんかここのデルジュンパスタンの方ではね細く長い溝とか言って全然面白くない単語みたいですけれどもこうやって見るとなんかグルーブも楽しくね覚えられるかなと思います はい、それから18位ですね。はい、ラベリンですね。私もうまく発音できない。発音が難しい単語です。はい、迷路という意味ですけれども、はい、私も発音がうまくできないので、ちょっとネイティブな発音を流しますね。聞いてみてください。いやこれじゃないですね。ねこう L と、R、が。 ね、両方あると発音難しいんですよねで。しかもこれ最後に th も入っているので非常に発音が難しくて、えー、私もうまくできないという単語なんですが、はいえー、聞いてみてください。ね、こういう単語です。はい、これが「迷路」という意味なんですけれどもちょっと印象的な、ね、単語なのでこういうのはかえって覚えやすいかなというふうに思います。はい、それで「迷路」は「迷路」なんですがちょっと待ってくださいね。 はい、こういうのが、ね、ラビリンスですが、まあ、単なる迷路を言うだけじゃなくて、ちょっと比喩的にも使われます。ね、例えば、 ラビリンスオブストリーでこれはま迷路になっているわけじゃなくて、入り組んだ道路みたいなね、えー、そういったのどのことをラ i n ンスって呼んだりとか、あとはラ of ンスオ a レーションシップですね。関係がま何でしょうね。三角関係とか四角関係とか、ね、複雑に入り組んでいるような関係だったりとか、あとこんなのもありました。ラ h o ンスオ g リー p ープロ e ー d i ングス。だから法的な手続きがま面倒な感じですよね。 ね、こう迷ってしまった迷路の中に迷い込んでしまったような、まあ、煩雑な面倒な,と面倒なものみたいな時にも使うということです。はい、そして17位ですね,ね、どうやって順番をつけているのか自分でもよくわからないんですけれどもね、アリージェンスですね、はい、これはどうでしょう、聞いたことありますか。 はい、中性とか中義というような、えー、訳語がついています。でこの単語、私見たときに思い出すのはこういう光景なんですけれども、ご覧になったことありますかアメリカの、ねえー、学校、まあ、小学校でしょうね、これね、えー、教室の端っこに正浄機があるんですね。 で、まあ、それに対して、こう、みんなが立って、えー、右手を左の胸に当てて、えー、誓いの言葉みたいのを言うんですね。まあ、大人でも同じです。こうやって。まあ、見たことありますよね。トランプさんとかもやっていました。まあ、すべての人が老若男女、みんなやることです。で、その時に唱えるのが、The Pledge of Allegiance というふうに呼ばれます。え、ね、だから、中世の誓いというんですか。 で、この言葉なんですね。この言葉。あの、単語は難しいです。なんか一級の単語とかいろいろ含まれてるんですけど、ちっちゃな子供たちもちゃんとこれ覚えてるんですね。おそらく意味は分かってないと思うんですけれども。はい、こんな言葉です。I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands.One nation under God indivisible with liberty and justice for all. でこういう、まあ、中世の誓いという言葉があって、ね、ああいうふうに旗に向かって 手を胸に当てて、えー、唱えると。ちっちゃい子も唱えています。まあ、多分、親から、ね、覚えさせられるんだと思いますけれども。はい。その時に使われているのが、このアリジェンスとね、アリジェンスという中世という単語ですね。はい。16位です。はい。レイメンですね。うん、割とおなじみの単語かもしれないです。はい。素人とかね、えー、まあ、だからアマチュア。 いいかというかね、まあ、エクスパートに、えー、対して、まあ、専門家に対してレイマンというような表現です。門外漢とかね、はい。これが新しく見出し語になっているんですが、まあ、ちょっと気になるのは。 気になりませんか。ね、今、あんまりマンというのを使わなくなっていますよね。例えば、チアマンでなくてチアパーソンとかね、セオスマンでなくてセールスパーソンとかスポークスパーソンというふうに、パーソンを使うことが勧、ね、められているというか、ね、この方が好まれているわけです。ポリティカリーコレクトだと言われている。となれば、ね、レイマンだって、もうレイパーソンの方が一般的なあの政治的に正しいと言われている単語だとは。 思うんですが、なぜ改定したにもかかわらず、レイマンになっているのかというのは、まあ、私もわからないです。まあ、皆様はええー、レイパースンの方に慣れておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、これがあの流れとしては、マンじゃなくてパースンを使うということになっているんですが、ちょっと最近聞いてね、面白かったのが、これについていけない単語っていうのがね、あるんだって言うんですね。あの高校だとか、大学の一年生のことなんて言いますか。一年生入った年ですね。 あのフレッシュメンと言いますよね。フレッシュメンねマンが入っているわけです。で、この流れから言うと、じゃあフレッシュパーソンなのか。 ってね、思うんですが、フレッシュパーソンって私も聞いたことがないんですね。で、いろいろ調べてみると、なんか、フレッシュマンに関しては、やっぱりフレッシュパーソンというのはあまり使われない。で、事実、この,あのスライドを作ってた時も波線が出てしまうんですね。認められてない単語。なぜかフレッシュマンについては、フレッシュマンが一般的に広まっていると。どうしてかは知らないですが、私が思うに、 なんか高校に入った1年生とか大学に入った1年生っていうのはなんかフレッシュマンであることをちょっとこう自慢げに I'm a freshman とかなんか言うんですね。だからやっぱフレッシュマンっていう言葉に対しての憧れみたいのがあるのかなと私は個人的にね思っているんですけれどもだからこれはまあ憧れのなんか存在みたいなので言葉として変わらないのかなとちょっと思ったりはしています。まあ、おそらく、えーあの うんと正,し正しくはというか、政治的に正しく言うんだったら、フレッシュパースのとか、ファーストグレイダーとかね、ファーストイヤースチューレントとか、そんな言い方になるんだろうなと思いますが、まあ、フレッシュマンに関しては残っていますね。はい、それからもう一つ、これに関して、ね、覚えておかれるといいかなと思うのは、まあ、裁判員というのがありますね。日本でも裁判員制度というのがあります。これのことを何て呼んでいるかご存知ですか ね、裁判員というのは素人ですよね。素人の裁判官みたいなものです。それで、レイジャッジという言葉使われていますね。レイジャッジ。ね、だから、レイマンのレイなんです、ね。素人の裁判官という意味で。ね、新聞なんかでも見かけることあるんじゃないかと思います。 はい、ここで番外編ですね。なるほど改善ということで、まあ、なるほどと私が思っているだけなんですけれども、はい、これはどういうことかというと、4定番でも出ていた単語。で、5定番でも、ね、引き続き収録されているんですけれども、まあ、語義が、訳語が変わっていたりとか、あるいは例文が変わっていたりというのがあって、ね、これが改善されているなというふうに感じたもの、ね、ご紹介していきます。